日塚駅は、富山県高岡市日塚にある、西日本旅客鉄道上花線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持ち列車交換が可能な、地上駅である。また、中越パルプ工業日塚工場への専用線が、分岐している。当駅は、北陸広域鉄道部の管理下にある。かつては、日本貨物鉄道が、 駅業務を請け負う、業務委託駅であったが、貨物取扱いの休止に伴い、2015年10月1日より、無人駅となった。開業以来の木造駅舎が使用されており、構内には古戦橋が設置されている。駅から工場へ向かう、貨物列車2017年4月1日までは、日本貨物鉄道の貨物駅でもあった。当駅における取扱貨物は、 専用線発着コンテナ貨物であった。当駅から小川に面する中越パルプ工業に使工場までは全長1 4トルの専用線が続いており、2015年9月30日まで主に同社より新聞用紙が運搬されていた。2015年のダイヤ改正以降、 当駅発着の貨物列車の列車番号は臨時列車に割り当てられる9000番台に変更されており、鉄道貨物協会、貨物時刻表には運行時刻が掲載されなくなっていた。中越パルプ工業日日工場への専用船は、同年9月30日午前8時30分頃に、同工場を出発し、当駅で貨車を切り離した後、9時30分頃に、 機関車が当駅から工場へ折り返したのをもって、貨物列車の発着を休止し、貨物取扱いは、高岡貨物駅に移管された。なお、最終列車は重量編成であった。なお、当駅までの JR 貨物の第二種、鉄道事業免許も、2017年4月1日付で、正式に廃止された。1967年7月1日現在における、当駅接続の専用線は、 以下の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山県統計年間と高岡市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。高岡おとぎの森公園、ありがとうございます。